ウィレム一世は、オラニエ公。八80年戦争勃発時の中心人物で、オランダ独立国家の事実上の初代君主。ホラント州、ゼーラント州他の総督。沈黙公として知られているが、これは反乱直前の時期の騎士を鮮明にしない態度を、揶揄したもので、実際には誰にでも愛想が良く非常におしゃべりであった。1533年、ウィレムは、 ドイツ中西部に位置するナッサウのディレンブルクで、ナッサウディレンブルク博ビルヘルム一世とその妻、ユリアーナツーシュトルベルクの間の長男として生まれた。1544年、11歳の時に、いとこのルネド・シャロンが戦死したが、ウィレムは、その相続人に指名されていた。そのため、ルネが父ナッサウ・ブレダ博ヘンドリック三世から、相続していた、ネーデルラントの所領と、 ルネの母方のオジフィリベールド・シャロンから相続していた南フランスのオランジュ公国を共に、ウィレムが相続して、オラニエ公はウィレム一世となる。以後、ウィレムの家系は、オラニエ・ナッサウ家と呼ばれる。ナッサウの所領は、父から弟ヨハン六世に相続された。オランジュ公は代々ブルゴーニュ公に仕えており、ルネ・ド・シャロンもブルゴーニュ公であり、 ネーデルラント17州の君主であった神聖ローマ皇帝カール5世に従って第四次イタリア戦争の最中に命を落とした。ドイツの少量死の着難から一転して大貴族の当主となったウィレムは父の元を離れてネーデルラントへ送られカール5世やその妹であるネーデルラント総督マリアの監督の下で大貴族にふさわしい教育を受けた。ウィレムは カール5世に将来を職望され、少年時代には、自重として使え、長じ手は、ネーデルラント軍の副司令官に任じられた。1555年のブリュッセルでのブルゴーニュ交代の、式典でも、杖をついて歩くカールの腕を支える役目をしている。1566年、フランドルで、反カトリック暴動が発生し、その反乱は、 ネーデルラント各地へと広まり、まだプロテスタントが浸透していない北部にまで暴動は拡大した。フェリペ2世は事態の収拾を図るため、アルバコを1万ほどの軍勢へと共に派遣した。ネーデルラント貴族はこの暴動の責任を問われ、エフモントハクラモラール、ホールン博フィリップを含む有力貴族20人余りが処刑された。この際、 オラニエコー・ウィレムはドイツに逃れており無事だったが、領地、財産の多くが没収された。1568年4月、ドイツに逃れていたウィレムは、軍を率いて、オランダ北部と中部から一斉に、侵攻、5月23日のヘリヘルレへの戦いに、勝利したものの、結局は、失敗に終わった。軍勢を整えて、再起を図ったウィレムは、 弟のローデウェーク、アドルフラと共に、スペイン軍に戦いを挑むが敗北し、今度はフランスに逃れ、ユグノーに合流した。そして、海コ時キと呼ばれる、海賊軍団を組織し、低地地方の沿岸を無差別に略奪を繰り返しながら、徐々に勢力を回復した。1572年4月1日開小時期は、ブリーレの選挙に偶然にも成功し、 やがて港湾都市を少しずつ制圧していった。同年7月ホラント州は反乱側に転じ、ウィレムを州総督に迎えることとし、同年、ウィレムはホラント州、ゼーラント州の総督となった。ホラント・ゼーラント2州に海小時が足場を整えると、反スペイン勢力の中心となり、スペインの迫害を受けていた改革派が続々と流入し、 徐々に主導権を握るようになった。1573年2月には、ホラント州で、カトリックの礼拝が禁じられた。ウィレムは、1577年に、ユトレヒト州、1578年には、アムステルダムを、自らの陣営に加え、1579年に、ユトレヒト同盟を結成、反スペイン陣営をまとめ上げる。間もなく、 アントウェルペンなどの主要都市も合流。1580年には残りの北部4州も合流した。一方で、ユトレヒト同盟の成立とほぼ同時期に、レーデルラント南部の諸州はアラス同盟を結成し、フェリペ2世に対して協調的な姿勢を取った。1581年、北部諸州は連邦議会において、フェリペ2世の統治権を否定した。 教科書的な記述ではこれをオランダ独立宣言と表現する場合が多いが、実際には独立宣言は存在しない。また、独立宣言により、ネーデルラント連邦を共和国が成立したとされるが、北部諸州は、その前年に、フランス国王アンリ三世の弟アンジュー公フランソワを新たな君主として招く決定をしているため、 共和制への強い思考があったわけではない。君主就任を要請した安住公はカトリック教徒である。したがって、この戦争を単なる宗教戦争として捉えることもできない。スペインとの戦いが続く中、1584年7月10日、ウィレムはデルフトの彼の巨漢プリンセンホフでフェリペ2世を信奉する。 フランス人のカトリック教徒バルタザー・アルジェラールによって暗殺された。昼食を取るために2階の書斎から1階へ降りようと、したウィレムは突然現れた暗殺者から3発の銃弾を浴びせられ、神よ、我が魂と愚か者たちにお慈悲をとの言葉を残して倒れたと伝えられている。プリンセンホフの階段の壁にはその時の弾痕が今も残されている。 次男マウリッツが後継者として1585年にホラント州、ゼーラント州の総督に就任する。その後、1597年までに再び北部7州をまとめ上げ、対スペイン戦争を継続していった。ウィレム一世の弟たちもまた兄と共に戦争に加わっており、多くは兄に先立って命を落とした。ウィレム一世は4度結婚し、多くの子を設けた。 ありがとうございます。